デリーの戦いは、1757年8月11日から8月30日まで、インドのデリーにおいて、マラーター王国とアフガン勢力のローヒラー族の間で行われた、戦闘。1756年12月、アフガン王、アフマドシャー・ドゥ・ダーニーは、マラーターに敵対するムガル帝国の宮帝内勢力の要請を受け、その領土に向けて遠征した。 1757年1月に、アフマドシャーはその首都デリーを占領し、2月には略奪と、殺戮を行い、マットラーやブリンダーバンでも行った。4月に彼は撤退し、皇帝アーラムギール2世は定位を保ったが、ローヒラー族のナジーブハーンが、宮廷の実権を握った。このアフガン軍の行動に対し、マラウタ王国最小、 バーラージーバージーラーをはすぐに弟ラグナートラーをデリーに送った。また、その過程で、ホールカル家の当主マルハールラーをホールカルトも合流し、その数は10万人に上った。同年7月末、マラーター軍はデリーへ到着し、デリー城の反対側、ジャムナー側の川岸に陣を張った。ラグナートラーを率いるマラーターの主力軍は、カルナールとアンバーラーに近い。 デリーからおよそ30キロ離れた、離れた地域に布陣した。一方、ナジーブ・ハーンは、武将・クツブシャート・ムルダー・アマーン・ハーンと共に、デリー城に牢城し、マラーターがデリーに侵入しないように警戒していた。アフマド・ハーン・バンガシュ8月10日、マラーター軍3万人は、デリー郊外に侵入し。マラーター軍には、帝国の最小ガーズ・イー・ウッディーン・ハーンとアフマド・ハーン、バンガシュが加わった。 これに対し、ナジーブ・ハーンは精鋭の不評2500人を、クトゥブ・シャート・ムルダー・アマーン・ハーンに預け、自身は5000人と砲兵を率いて、これを迎撃した。戦いは2週間ほど続き、ナジーブ・ハーンは、その結果マラーター軍に講和を申し入れた。ラグナート・ラーは、ナジーブ・ハーンに、保釈の代償として500万ルピーを払うように、命じたが、ナジーブ・ハーンはこれを拒否。 50万ルピーで了承させた。また、同時に、デリーへ決して帰還しないこと、マラーターの城塞を決してダッシュしないことを約束させられた。その後、ラグナートラーを、マルハールラーを、ガーズイー・ウッディーン・ハーンは会議した後、ナジーブ・ハーンを釈放、デリーから追放することにし、交渉が締結された。8月30日、ラグナートラーは、全軍に、 すべての戦闘を終結するよう命じた。マラーターは今やデリーの支配者となり、アーラムギール2世をも保護下に置いた。ラグナートラーはアンタージーマンケーシュワルにデリーを任せ、マルハールラーオと共にガンガードアーブ地方を制圧した。1758年3月、ラグナートラーはパンジャーブのラホールへと兵を進め、宿教との援助も得て、4月20日に、 ラホールを奪い、アフマドシャーの息子ティムール・ミールザーを追い払った。同月28日には、アトックを、さらに5月8日には、ペシャー・アワルを占領した。これが、マラーターのインド北西部征服である。そして、マラーター軍が、パンジャーブ一帯を占領した後、同月に、ラグナートラーは、ラホールからプネへと帰還した。だが、この、 マラーターの征服活動は活動は結果として、1759年末から始まるアフマドシャー・ドゥッダーニーの遠征につながり、ひいては第三次パーニーパットの戦いにつながった。ありがとうございます。